愛され召された井口、白い山に消えていった命、誰より美学を磨いてきたのに容赦ない山のガットの集中、自分にこびずに引くに引かずに無言で与えたリアルな気づき、最大のリスペクトを送るぜ RIP 井口。終了しました。続いてがビブナンバー23番宍戸菜の葉選手、レギュラースタンスドロップイン。さあ宍戸選手は予選でバックナインを決めてきたと記憶しておりますが、やはりそうですね、フロントラインですね、フロントのラインでフロント720ドログラム、これは飛距離も出してきて、またもう。さあそして予選3位通過、ビブナンバー23番宍戸菜の葉選手、宍戸菜の葉選手、さあこちらは現在1本目で得点を伸ばしてきてますので、まだ宍戸選手もチャンスはあります。レギュラースタンスメインのままやってきました。これバックサイドの流れでバックサイド900。さあ予選でも決めたこのハンマートリックバックサイド9ベドルグラブを出してきましたが、惜しくも着地に嫌われてしまいました。決勝準備できましたので始まります。まずは第1走者ビブナンバー26番河野環奈選手、ドロップインです。レギュラースタンスじゃあ違います、グーフィースタンスです。なので今スイッチスタンスで滑っております。グーフィーは右足が前、レギュラーは左足が前、逆足で滑ることをスイッチスタンス。さあキャブの720、ナイス。このカンナ選手キャブ7スイッチメランコリーください。さあそして女子2本目が始まろうとしております。1人目ビブナンバー26番河野環奈選手、グーフィースタンスドロップイン。さあ16歳青春真っ只中、両パタパタさせながらグーフィースタンスメインできました。出してくるのはフロントサイドセーブ540。転倒はなしの残しきりましたが、ちょっと狙っていた形と違ったが。24番加藤琥珀選手ドロップイン。こちらもレギュラースタンスメインで滑り出しました加藤琥珀選手。さあおっとスイッチに切り替えた、ナックル部分でスイッチに切り替えてキャブの720、こちらも決めてきたクリーンメイク。キャブ7は2人目出ましたけど、720はやはりこのレベルでは確実に決められるトリックなんでしょうか。3番手加藤琥珀選手、加藤琥珀選手は先ほどちょっと失敗がありましたがレギュラースタンス。さあ出ました加藤琥珀選手、レギュラースタンス。レギュラーの状態でおそらくはここでスイッチに切り替えての、さあリベンジいくか、スイッチバックサイド720、残したかった勝った。いや分かるよ、心情は分かるけど、まずは立つこと大事だから。2位通過石井ひまり選手、さあドロップしました。石井選手はやはり得意のスイッチスタンスで滑ってくる、スイッチスタンスでやってくるのときたらもうスイッチバックない決めてきました。鉄板のスイッチ石井ひまり選手は一発目にスイッチバック900、得意技の超高得点技スイッチバック900インディグラブを決めて、さあコーチであるみるきちゃん森みるき君、そしてスターターのロンロン、練習する立山キングスの所長とタッチをしてドロップインしました。スイッチスタンスということは技のチョイス的にはこれは間違いなくキャブで来るんじゃないかなと思いますが、さあこいでこいで来るか、キャブ攻めー、ナイスナイス、残しました、残してきました。さあバックサイドセブンツーメランコリー、バックセブンメランコリーをこれまたパーフェクトストンプ。メインスタンスでアプローチ、メインできますね。さあ4方向なので、先ほどはキャブセブンだったと、バックセブンだったかな。さあフロントできますね。フロントのセブンツー、ナイスインディーグラブ、フロントサイドセブンツーインディーグラブ、そうですね、あ確か1本目バックセブンだったか、追随を許さず決めてしまうのか。メインスタンスでやってきます。さあ村瀬選手の1本目のランは、さあバックサイド900テールガル、うわーうわー、ほんとここもさ、そこは立っちゃダメなとこですよ。女子で陣外エリアはまずいっすよ。陣外着地をした村瀬心椛選手、2本目はこれはこの雪の降りっぷりではそこまでどこまで攻めれるのか、やっぱりここの状況判断が、状況判断の能力、世界トップはどの程度にまとめてくるのか。村瀬心椛選手、さあポンとナックルでジャンプしたスピードを上げてきてのフロントサイドセブンツーテールグラブ、またもや陣外着地。村瀬心椛選手のウイニングランを見たいと思います。スタイル系で来るのか、より攻めるのか、私だったらノーグラブのストレートで安牌で家に帰りますさあココモがラストのラン、こういう時のラストランはね、見せてくれるトリックがとても楽しみではありますが、さあポーンと飛んでレギュラースタンス、レギュラースタンスでフロントのラインですね、フロントのライン、さあフロント停止やばいやばい、そしてフォークリーレールもしっかりメイク、フロント凄まじかったですねなんか1080軸にさ、はい、俺さっき放送でも言ってたけどさ、途中公式の時は合わせようとして、うまく合ってなかったじゃん。はい、合ってなかったです。だからあ、これ本番でもやってくんのかなと思って、実際やりそうな雰囲気だったから、大丈夫かなと思ってたら、めちゃくちゃ完璧に決めたねいやもうでもあの軸久しぶりやったんで。そうだよね、オリンピックぶりとか2年ぶりぐらいとかでしょに、あのフラットの軸やって、あのキッカーだと縦回転っていうか横回転、斜めかのやつや、今までその2年間やってきたんですけど、これはちょっと入んないなと思って。あ、そうなんだ。入るんですけど、なんかちょっと振り回される感じ、ちょっとちっちゃいんで、あの1080し、あの軸の1080、1回失敗したじゃん、あんな感じになってる。そうです。へー。だからもうフラットでもうテールで。ただそう、ただあれはあれで全然めちゃくちゃかっこよかったからすげえ感動しました。いやもう僕も最初に最高に楽しかったです。もうみんなに、見てる人たちに楽しんでもらえるだけでそれは嬉しいんで。いやそうです、そうですか。いやもう楽しませてもらったもん、もう感謝しかないです。僕はもう本当にありがとうございました。おめでとうございます。絶対に負けられない戦い、相当なプレッシャー、6年ぶりの国内大会、その中で見事なパフォーマンスでした。トロフィー、メダルなどを掲げていただきまして、少し時間を取りたく思います。ビッグエア女子優勝選手に皆さん写真、フォトセッションとともに大きな大きな拍手をお願いします。おめでとう。みんなが愛した矢田部のひとしー、バツバツバツ、入口ドープでマジックなシックな命、バダラを忍者でのジャンプセッション、どっちも引くことなく挑み、一歩も引かずにライダー気取り、妖怪しょった俺たちの気負い、井口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 。